コリウスとは、シソカコリウス属の植物の総称。和名は、金蘭ジソ、ニシキジソ。熱帯アフリカ、熱帯アジア、オーストラリア、東インド諸島、フィリピンに分布する。園芸品種として、主観雑誌も作出されている。草丈30センチメートルくらい。葉は、平滑なもの、深い切れ込みの入ったものや縮れのあるものなどがあり。葉の色は、園児色。 オレンジ明るい黄色、サーモンピンクなど、レインボー系と呼ばれる。それらの色に、緑の縁取りのついたものがポピュラーである。観葉植物として鉢物にするが、花壇に植えることもできる。通常は、春に種子をまいて増やすが、刺し目もできる。温帯では一年草として扱うが、原産地では、出根草である。このため冬に暖かい室内などに入れておけば、越冬できる。 俗名コリウスとは、ラテン語で、鞘の意味で、果女が刀の鞘に似ていることによる。コレウスフォルスコリなど、コリウス属の一部の種は現在、プレクトランサス属に分類されている。微細種種なので、種の取り扱いには注意が必要で、朝鉢に巻き、受け皿から吸水させる。発芽適温が比較的高いので、日本では5月に入ってから巻いた方が良い。苗になれば、 あまり病虫害もなく、育てやすいが、乾燥と強い日差しに弱いので、半日陰で育て、こまめに水やりをする。しそに似た藤色の花が咲くが、干渉価値が低いばかりでなく、家計が伸びるに従って、葉の色が褪せてくるので、種子の採取が目的の場合を除き花は出てきたら、摘み取るようにする。ただし花をつけておくと、草本自体の成長が止まるのを利用し、 これ以上大きく伸びて欲しくないような場合はカガを残すことで株の大きさを調整することもできる。ありがとうございます。